ございます。眠て着替えました。寝起きで着替えました。眠とあああああああ私クルミの皮を剥くのめっちゃ苦手なんよな。なんかめっちゃ分厚く切ってしまう時とかあるからさ、めっちゃ慎重に切らんと。いただきます。うん、え、待って、甘っ。マジで美味しいねんけど。業者さんにもらったポンポンプリンのやつ愛用してる。みんな持ってるからね、ずっと欲しかったんやけどさ、持ってなかったんよ。だからめっちゃ嬉しい。これかわいい。甘い。マジでありがとうなんやけど。かわいい。ここに蜂蜜をかけます。ちょっと待って、ヨーグルトあったよかったんやけど、ヨーグルト切らしてるわ今。いただきます。うん、うまっ。今日はね、なんかあんまり今お腹空いてないから、こんだけにしとこう。ごちそうさまでした。それではちょっとお出かけしてきます。さこら、さっさっさ。あちあちのあっちっちよ、もうこれ電気絶妙やからと思ってさ、長袖で行ってんけど、もうあちあちよこれ。はい、というわけでババーン、お昼ご飯です。サクー。こっからね、さらに自分で豪華にしちゃいます。ネギネギネギ、あーイエーイ、いけいけいけ。マヨもかけよう。わ、ちょっと待って待って待って、完全にミスった。マヨ待って、細く出したかったのに。ボテボテやん、マヨ。まあいいか。ちょっとごまかけるわ。はい、オッケで、黒酢をかけます。 OK。 ちょっと調子に乗ってランチョンマット引きます。ランチョンマット引いて、はい、おしゃれなランチをね演出してます。水、それではいただきます。トメイト、うん、お酢、うまい。私ごまかけたことなかったんけど、ごまかけたらめっちゃ美味しいねんけど。うまっ、うまっ、美味しすぎるよ。はい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 、うまっ。待って、でもあれかけたい、七味かけたい、七味かけたい。あ、ちょっと待って、かけすぎたかもしれん。うん、うん、美味しすぎた。ごちそうさまでした。美味しすぎた。じゃあちょっと購入品紹介しよう。唐突に、これとこれを買ってきました。あと干し芋、ここの収納ボックス3段のホワイトグレーを買ってきました。で、これはあの何、ファイルボックスかな、スタンド
ドです。そんだけですね。はい、オタク部屋に使えそうなものたちを買ってきました。こういうねフォトフレームとか、じゃじゃーん、お花も買ってきました。私なんやかんやお花って買うの初めてかもしれん。夏っぽくてよくない、ひまわり。マジで育て方がわからんくって、店員さんに聞きまくって教えてもらった、どうしたらいいのかっていうの。ちょっとね最近 IKEA で花瓶買ったから、それに入れる。じゃーん、これに入れようかな。なんか園芸のハサミ、あーダイソーで園芸のハサミ買おうと思ってた、忘れてた。あ、でも普通のハサミでも大丈夫ですって言っとったから、これで切るか。なんかさ、水満タン入れなくてもいいって言っとったから、こんなもんかな。ここがジュクジュクになってきたらまた切って切ってってしてったら長持ちしますよって言ってたから、ちょっと頑張ってお花育てるわ。かわいいわ。気分上がんねんけど、ひまわりちゃん傘が結構あれやな。ちょっと切らしていただこうかしらね。えちょっと切らしていただきますね。失礼します。高いかなこれ。もうちょっと低い方がいいかなこれ。もう少し切らせていただきますね。失礼いたします。いいやん。ここの食卓に置いとこうかな、とりあえず。ちょっと待って、背景キッチンのごちゃごちゃ感がなんかあれやな、あれやな、あれやわ。アニメイトで購入してまいりました、ラバスト。ルーミックワールドのラバスト、どれも可愛すぎて、とりあえず私はサンゴと琥珀とキララと、あとねムースとシャンプーを狙ってます。ちょっとピント、どれ出ても嬉しいなと思って3箱も買っちまいました。はい、あっ、嬉しい、イニエスタとコーガや、マジで。とりあえずかぶりさえせんかったらもう何でも嬉しいわ。シャンプーとムースがマジで欲しい、シャンプーとムースが本当に欲しい、シャンプーとムース、はい。最後の1個、とりあえずかぶりさえしてなけらもう何でもいいです。お、ちょっと待って、ここで六道輪廻と十文字翼、あかんわこの作品読んでない。教会の輪廻試し読みで読んだことあるぐらいやった。でもいつか絶対買おう。昔ルミ子先生のさ漫画全部売っちゃってさ、犬夜叉とかランマとか、だからさまた集めたいんよな。でも関数多いからね、なかなかこう踏みとどまっちまうよね。でも待って、かぶりなかったから嬉しい。3つ、コナン君のラバストもね一つ買いました。このキャラほんまさ、どれでも嬉しいねんけど、誰でも嬉しいところはあんねんな、このラバスト持ってないから。はい、コナン君やほんまに言ってる、ありがとうございます。ブレピッピーやん、こんなもう最高。というわけでね、開封結果、唐突になんか開封動画みたいになってたけど、満足すぎる子たちが出たっていう開封動画でした。
じゃん、できました。お気に入りコーナー、少し華やかにしてみました。めっちゃ可愛いよこれ。似たような色のものをね、ちょっとここら辺に集めてみました。自己満です。Why didn't you call? Something